緑になるの。はい。これが言うんですか。始まってる？始まってる。始まってる？始まってます。はい、始まりました。はいはい、クルーズ TV。今日はあれですね、うん。スタジオが別で。そうなんです。今日はその。A ティップの事務所、はい、いいですか言っちゃって。いいですか、で、コミに。A ティップの事務所でから配信となります。イェーイ、ま、違った景色で。あと、また違った、はい、今度は太陽と月、俺がアシスタント MC をやることになってます、はい、今日は。なんか、急に決まりました。押し付け、押し付けです。いいじゃん、だってもういつものメンバー。まあ、そうですね。うん、押し付け。そうよ、これさ、言ってんだよな、これ髪が本当に。めっちゃ。さっきなんでそれ、ひよちゃんがせっかくくれたのに。先生、ひよちゃんはこんばんは。こんばんは。まあ、まあ、まずは、まあ、そんなこんなで自己紹介をしていこうと思いますよ。はいはい。はい。はい、どうします、先にしますか。いや、え、先にじゃあどうぞ先。はい、組吉こと西尾組です。イエーイ。イエーイ。今日ゲストっていう形で。そうなんです。組吉ゲスト。Yeah. いつも、あの、MC をね、やってもらってるから、今日は自由に。やってくださいよ、3人だし。やるぜ。水いらずって感じで。そうだね。結局水いらずって感じで。すごい楽。はい。で、で、僕ら、太陽と月。太陽と月でーす。ゆうたです。ゆうやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや。はい。そう、これね、結構ね、遅れてるんだね。ね、90分間、この3人でやっていこうかなって思ってるんですけどね。うん、そうね、うん。いいんじゃないか？ゆうやさんどうしたのって。それは確かに、そりゃそうだわ。そうだね、こういうことやるからじゃないもん。なぜなら、なぜなら、なぜなら、いいじゃん。はい。で、歌って。歌ってる上にじゃん。もうちょっとなんかさ、あ、喋らしてよ。アップみたいな感じで。そうね。どこもない。そうそうそう。じゃあまずそう、オープニング曲をね、はい、俺らが担当 しようと思ってるんですけど、うん、何歌う？そうそう。いつもね、うん、俺らがね、オープニング曲とエンディングをね。でもだからすごい幸せださ。芸能活動やっててよかった。そんなに、うん、そんなに俺らの影響力すごい、自信になる。ちょっとびっくりしちゃったよ、俺も。芸能活動やってなかった、のって生で聞くこともさ、うん、間近でこんな近くでね。うん、どうします、何歌います、何がいいかな。何も打ち合わせしなかったな。うん、あの、でもね、俺今日ね、これ歌いたいなと思ったのがさ、うん、あのさ、サビだけね、うん、あの、ここにしか咲かない花、小袋さんの。それどういう歌だっけ。あの優しかった場所は今もだ、オッケー。待って、君、それ学祭の時に聞いてマジ泣きしたことある。これで泣かなかったら俺らもうヤバいじゃん。これ歌って、いや、その時あの中学校の好きな先輩がたまたま歌ってたんです。お、感動した。はいはい、オッケー。じゃあワンコーラスいけるかな。いや、ちょっと歌詞に、じゃあ、じゃあ行きます。小袋さんの、じゃあ俺行くね。俺最初がいい。あ、本当に？いいよ。ここにしかない、しか咲かない花。じゃあ歌わせていただきます。ここまでさ、歌うからさ、あとさ、ここまで歌って、打ち合わせ感すげえな。何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所、空の色映し出した瑠璃色の海、遥かから聞こえるあなたの笑い声は、よく聞けば波の音でした。忘れずにいるなら一人になればいい、ささやくほどの声で呼んでるのはいつも同じ名前。あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待ってくれていますか。上に込み上げる
石爆の想いに潤んだ世界を拭ってくれる雨上がりの道はぬかるむけれど今ここに生きている証を刻むよどうかこの涙もしおれかけの花に喜びの彼方でもう一度咲けるように願いは風に吹かれて大空でやがて小さな虹を渡るよいつの日かその足ではい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。そうですね。ちょっと待って、待って、待って。何でお前さ、今さ、ここがサビだよ。違う。ここがサビ。どうしてここがサビなんかさ、違う。俺どこ見てんのかね、ちょっと分かんない。すいませんでした。なんか、今ちょっと、いろいろトラブって、そう。あれね、あれと思ってさ、なんか、1番のサビなのに、2番のサビ。急にね、歌い始めて、自分でどこになってるか分かんなくなっちゃった。いや、もう、ねえ、もう一回さ、あれして、途中でさ、歌挟んで。まだ、うん、その時に挽回してじゃあソロをやって歌おうソロでいいソロ歌おうソロで一曲一曲歌えばいいそうしようね時間もいっぱいあるしねあとちょっとねこんなこと言うあれじゃないんですけどあのめっちゃ俺風邪ひいちゃってやだと思った風邪声だと思ったもうやばいっすよもう咳めっちゃ出そうになっててやばいやばいと思って早くゆうやに歌ってって言おうとしたんだけどわかんない分かんない練習しておきますね。ありがとうございます。あ、めっちゃいい声でした。ありがとうございます。じゃあ、そんなもんで、次のコーナーに行こうと思います。次のコーナー、フリートークよいしょーはい、じゃあ最初のお題はですね、最近くだらなかったこと。なんやねんって感じなんですけど、最近くだらなかったこと。最近くだらなかったこと。俺はね、言っちゃえば、俺人生常にくだらない。だから、最近始まったことじゃないとくだらないっていうのね。俺らに。リスナーさんめっちゃ嫌んでるよ。生きてて常にくだらない。いや、ほんと。あ、こいつはそういうなんかキャラ。そう。でさ、ゆうたはゆうやでさ、なんか面白動画ひたすらリツイートしてる。俺もね、ちょっとね。リツイートを表示しないでしょ。なんでだよ、見ろ、しっかり。面白いから。いや、面白い。たまにお前だって怖いやつとかやってくるんだ。あ、そういうこと。びっくりってなっちゃうんだ。弱いね。弱いそういうところね。弱いさ、それ。そうなんだ。だってね、もうその時点でこの話がもうくだらない。くだらないね、確かにね。でもこんな、なんか、なんな感じでいいんじゃないかな、今回もね。じゃあ、今回の話はね。クミさんあります？くだらなかった話。くだらなかった話。最近もうずっと本当に飲みっぱなしだからね。うん、確かに。酒を？お酒を。なんだろうね、くだらな、本当にくだらなかった話。うん、全然思い出せない。やばいぞ。あ、なんか、友達の、動物を、犬なんだけど、散歩してくれって言われたの。うん、で、クミ、ペット飼えない家なんだけど、一、うん、日ならいいかと思って預かって、で、散歩してあげたの。うん、したら、その犬が、糞をしたのよ。家の中で？そう。うん、違う、散歩してる最中に。うん、散歩してる最中に糞したの。だから、ちゃんと、こういうのどうしたらいいんだろうって分かんないじゃん、ペット飼ってないと。で、犬の糞のね、なんか持ってないから、ちゃんと掴むやつとか。だから、急いでコンビニ行って、袋、なんか買って、袋買って、で、袋で掴んで持ってたの。で、片方に犬をこうやって持ってて、で、散歩してあげたんだけど、したら、後ろからスクーター来たの。それで、そのまま、うんこ持ってかれた。え？だから、スリにあったの。くだらなくねえよ。面白い話はそれ。うんすりうんすりだね、完全に。びっくりしたんだろうな。やばい、やばくない。ひったくりそれ。ひったくりパッ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 。うんこやないかい。めっちゃおもろいな、それ。それはね。そんなくだらないことはない。確かに。それはね、くだらないっていうか、面白かった。普通に。くだったね、普通に。面白い。くだった、くだった。落ちがあった、ちゃんと。ちゃんと落ちたね。落ちたね。うちの事務所はオチに結構厳しいからね言われるから危ね危ね突っ込まれるもうこんな長文くらいを送るそう何スクロールしたいかそうなんだよなんて返せばいいか分かんねえってなるからねオチに対して芸人でもないのにねきついきついあコメントでツイッターフォローしましたってああありがとうございますありがとうございますありがとうございます3人ともツイッターやってるそうやってますんでね結構ねそのツイッターっていうのは大事でねコミュニケーションの場として、DM とかも俺らまだそんな受け付けてるんで、ちゃんと返すんで、ぜひ、気軽に送ってきてくれたら、はい、そうですね。
すぐ返した。すぐ返しました。ゆうやは俺は、最近、俺、ぬいぐるみが好きなんですよ。うん、家にも結構ぬいぐるみあって。まずは俺ちょっと聞いたことあるかもしれない。なになになに、なんか、うん、UFO キャッチャー、渋谷のゲームセンターなんですけど、友達とゲーセンに行って、もう超久しぶりに行って、うん、もう何年、もうほんと2年ぶりぐらいのゲーセンが、うん、もう行かないかなんだ。もう行って行ったら、めっちゃ可愛い犬のぬいぐるみがあって。うん、で、最初1000円だけやって、落とせなかったら諦めようと思って、うん、とりあえずまあ、500円ずつ入れたんですね。500円、500円で。一番いい。その中で何回、その500円です。何回できるんだっけ ?6 回。そう、6回。うんうん、そのできるんですけど、うん、やったんですよ。落ちなくて、でも可愛くて、めっちゃつぶらな瞳で犬がこうやって見てるんですよ。やっぱ生きてないんでしょ生きてない。生きてないんでしょそう。こうやって。光ってたのね。柴犬のお願いで、お前の前も。で、なんか、何回も何回もやって、やったら、その店員さんが多分見かねたんだよね。うん、その6回6回できるうちの10何回できない、うん。めっちゃ出してくれたんですよ。うん、落ちるよ。すぐ落ちるよ。あと1回で落としますよ。うん。で、もう、じゃあもう保険かけて、もう1000円入れようと思って。うん、1000円入れて、うん。でも落ちないんですよ。これ俺のセンスの問題ですから、ね。そんなことない。私はもうちょっとずらせばよかったんですよ。もう優しいね。もうちょっと次で落ちるよ。まあ、エンターテイナーですからね、彼らは。ポッてやって。じゃあもう1000円保険かけて。うん、落ちないじゃん。それでも落ちない。それでも落ちない。もうこれは俺のセンスの問題だと思う。俺が店員さんやめて、お姉さんもう落ちません。僕のセンスの問題で諦めて買います。どうもありがとうございます。いや、ちょっと待ってください。500円だけお願いします。つって。あと500円だけ。つって。もうしょうがない。入れて。まだ落ちないです。じゃあこれはもう本当にもう、じゃあもう次のどうせにしますからね。うん、一応入れてください。つって。僕1個落ちない。落ちなかったんだ。落ちない。4000円引きました、ね、その時点で。あで、本当に、俺帰りますよ。もう本当に帰り、もう5000円はもう無理っす、俺。もう次で落ちるようにしますから。うん、で、200円だけ入れたんですよ。うん、もう500円入れるの嫌だった。うん、200円だけ、うん。落ちないんですよ。落ちなかった。あと100円入れてくださいって。本当に次で落ちますから。うん、で、100円で落ちたの。その犬に4300円もかけましたね。まあ、まんまとハマっとるやん。お前、何回やったの？まんまとそのお前、営業にハマっとるやん。向こうの。そう、詐欺にあった。うわ、詐欺やん。そう。詐欺ではない。でもどうしても欲しくて。今ね、そのね、ぬいぐるみの名前、うん、マロって名前です。あ、名前にしたんだ。ぬいぐるみに、ま、名前つけてる。そうそう。まあ、待って、翔平君から3人頑張ってやって。わー、ほんとだ。翔平君見てます？ありがとう。見てますか？翔平君。今日やってますよ。今日、あれなんですよ。ここが MC とアシスタント MC で、僕はちょっと進行してる感じなんですけど。クミゲスト！あ、俺も MC。そうだったの？そう、気づかんかった、今俺。そう。MC！ 今気づいた、俺。一番落としどころ作る人だから。びっくりした。え、マジで？まあ、俺の UFO キャッチャーのくだらない話はそんな感じです。あー。4300円犬に使ったっていう。え、でもさ、ぬいぐるみって大体か、普通に買ったらそれぐらいするよね。する、3000円で済む。ありがとう。そのぐらいですもんだって。え、でも可愛いね。なんかつぶつぶみたいな形してたやつ。そうそうそう、つぶつぶみたいな。可愛い、可愛い。写真あるかな？え、見たい。あれめっちゃ可愛いんすよ。あ、これはなんかわかる、わかるって感じ。そんなつぶらな瞳で見てるのなんてある？可愛い。ある、あるっすよ。あれはちょっと可愛いと思ったね。さすがの俺。一緒に行かなかったの？俺は行かなかった。なんかこいつ、今、ズボン履かせてる。え、見して。あんね。可愛いんだけど。これ見せてあげて、見せてあげて。これ見えますかね？あ、そう、この、こんな感じなんですけど、この犬。ズボン履かせてあげてるんですよ。寒いからね。そう。確かに可愛い。つぶつぶが今すごい分かったわ。つぶつぶっぽい形してる。つぶつぶの形してるんですよ。そう。足がこうなってて。あ、それ可愛くて、4300円も使っちゃいました。あ、まあね。そう、くだらない話。はい、くだらなかった。はい、はい、はい、次。俺ね、今ね、お前が必死に話してる時に、俺ね、必死に考えたの。何もね。常にくだらないから、全然分からない。常にくだらんからさ、俺に関しては。この前、うすうすさ、いろいろ感じてたんで、MC を何回かやらせてもらって、何もないっていう回答が一番 MC に聞かれてた。そうだね。好きなものある。何もない。一番困る MC が。確かにね。どうなんだろう、俺ね、くだらない話っていうのがね、ないんだよね、マジで、本当に。なんかあったっけな。え、普段何してるの？普段？お家にいる。ずっと寝てる。あー、寝てる。おー。そう。なに見えてないって。あ、見えてなかった？そう、なんかね、俺ね、何してんだろう、普段。なんかご飯作って、寝て、食べて。まあ、その、何もしてないからね、そのご飯作っていっぱい作るじゃないですか。あ、これの量だけ食えるなって。でも、いつも具合悪くなるの。まあ、それを繰り返してくるとさ、どんどん胃袋膨れてくじゃん。で、5キロ太った。
今あれでしょ、必死にダイエットしてる。そう、今ダイエットしてて、それで今、あれを食ってんの。サラダの。何の？そうそう。何サラダすね？あの、大根とかの。違うよ。あれだよ。パスタのとかに入ってないやつ。もう本当に袋パッと開けて。野菜ミックス。そう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 。それにドレッシング入れて。そうそう。1個じゃ絶対腹たまんないから、2個買って。あれさ、ちゃんとサラダ、皿に出す？クミさ。あ、俺そのままだよ。ね、そうだよね。でもそれやったら、なんか女子力ないって言われた。それが女の子やったら女子力ないわ。うん、でしょ。なんで男は許されて。野蛮だもん。野蛮だもん。野蛮とかね。男女差別や。いや、そんなこと言ったらね、俺たちって言いたいこといっぱいあるよ、なんか女性の方に。そう。そりゃ、うんこ。ねえ、あるある。あるある。あるよ。